してるんだろう。そういえばよくわかんないね。私たちには関係ないもの。どこかのアイドルじゃないんだから。そうそう、私たち極めて普通だし。でもなんで私たちなんかのファンクラブがあるんだろうね。ほんとほんと、普通の女の子なのに。もうそんなこと言って。急にそんなこと言われたらなんだかその気になっちゃうじゃない。ねえねえ、じゃあダーリンも一条ファンクラブに入ってみる？いいね。何をやっているのかもわかるし。ジャンクション。え、本当に？ダーリンが入ったら私たちたくさんサービスしちゃうから。ああ、なんか今変な想像したでしょう。でも今思ったサービス、ダーリンにだったらしてあげてもいいかな。ほらやっぱり嘘つけないんだからダーリンは。あ、そろそろ行かなきゃ。それじゃあねダーリン。入会お待ちしております。素敵なダーリンの喜ぶ顔が見られて、私たちの方がごちそうさまだったよ。また食べたくなったらいつでも言ってね。うん、レパートリー増やしてまたのご注文をお待ちしております。お、スミレコちゃんやる気満々だね。秘密レパートリーで勝負よ、カオルコちゃん。え、いつの間にレパートリーを。よーし、私も負けないわよ。と言いつつ、本当はお互い試食したりとかしているんだけどね。自分じゃ味がわからなくなるから、誰かに食べてもらわないと。次は新しいメニューに挑戦するから、楽しみに待っててね、ダーリン。今度はちゃんと前もって言うからね。それじゃあね。あ、そうだ。私たち謝らなきゃ。何のことって。学食のこと本当にごめんなさい。この前私たちのせいでダーリンの学校の食堂が大騒ぎになっちゃったでしょ。それ以来ダーリン学食への立ち入りが禁止になっちゃって。街で偶然大阪くんに会った時に聞いたの。本当にごめんね。やっぱりダーリンは優しいね。うん、じゃあカオルコちゃん、これからは私たちが毎日お弁当作ってダーリンに届けなきゃね。うん、そうだよ、私たちのせいなんだから。あ、そうだよね。それじゃあ学校のないお休みの日にダーリンのお部屋まで届けさせてもらいます。ダーリン、今度はひなぎく家に出入り禁止？授業参観に来てくれるって。あ、
本当に忘れてたの？当たり前よ。私たち本当にダーリンに来てほしいの。ありがとう、ダーリン。それで日程なんだけど、今度の土曜日なの。うん。そしてそしてなんとお芝居をやるんだよ。もちろん私たち生徒全員出演で。クラスごとの団結を外部に示すとか建前はあるみたいだけど、要するに先生たちもただ授業を見せるだけじゃつまんないってことじゃないかな。ただ授業やるよりそっちの方が楽しいからいいの。まあそんなわけで、ダーリンが来てくれるのを楽しみに待ってるからね。それじゃあ今日は帰るね。早く帰ってセリフの練習の続きしなきゃ。ダーリンに見てもらえるんだもん、頑張ろうね。ファイトー、ああ、
申し訳なさそうな顔しないでよね、スミレコちゃん。そうそう、元はといえば勝手に盛り上がっちゃった私たちが悪いんだし、学校の授業があるのに出てきてなんてちょっと無理よね。うん、無理言っちゃってごめんね。じゃあ私たち遅れちゃうし、もう行くね。バイバイ。いい？うん、ちょっと気になることがあって。今朝ね、学校の近くでカオル子ちゃんとスミレ子ちゃんを見かけたんだけど、とても暗い顔をしていて、私たち声をかけたんだけど全然耳に入っていなかったみたいで、それで心当たりがないかなと思って。あんなに元気のない一条さんを見るの初めてだったからちょっと心配で。あるんだ、お前も協力しろよ。今度の土曜日に一条さんたちの学校で授業参観があるんだ。どうだ、その授業参観に行かないか。しかもだ、その授業参観で一条さんたちは芝居をやるんだ。これを見逃すわけにはいかないだろ。それはだな、お前が先生たちの気を引いてる間に俺が突入するのはどうだ。だってさ、小耳に挟んだことだけど、一条さんたちの家族はその日用事で来られないらしいぞ。いや、ちょっと小耳に挟んだだけだけど。おい、急に走り出してどこに行くんだ。おい、どうしたんだ一体。そんな申し訳なさそうな顔しないでよね、スミレ子ちゃん。そう、元はといえば勝手に盛り上がっちゃった私たちが悪いんだし、学校の授業があるのに出てきてなんてちょっと無理よね。それじゃあいつも私の機嫌が悪いようじゃないか。あのね、お兄さん、さっきサラちゃんとお話ししてて、今度ケーキ作りをしようってことになったんです。ケーキを作るのは久しぶりだな。うん、そうだね。お兄さんはどんなケーキが好きですか？
アップルパイですか。アップルパイか。ああ、たまに二人で作ってるぞ。そうですね。お話ししてませんでしたね。はい。そうだけど。何ニヤニヤしてるんだよ。私だって。サラちゃん、上手なんですよ。甘さとかの調整もサラちゃんの担当ですし。うん、少しな。当然だ。あとは好みの問題で。ああ、掃除が作ると少し甘くなってしまうんです。だから私が甘さを調整してるんだ。お前は甘いのでも平気なのか。そうですか、残念。なら私が調整するよ。それじゃあお兄さん、上手にできたら持っていきますね。掃除と二人だと食べきれないからな。お兄さん、さようなら。じゃあな。いいか、明日は何としてもこの学校を抜け出し、一条さんたちの応援に馳せ参じるんだ。一条さんのご家族が出席できない以上、その穴を俺たちが埋めて差し上げるんだ。失敗は許されない。みな根性入れろよ。健闘を祈る。はい、はい、一条さんの舞台か。俺すごく楽しみっす。俺は声が枯れるまで一条さんに声援を送るぞ。そうなんだよ、細かいことは気にするな。なんせ明日は一条さんの晴れ舞台なんだからな。メンバーはみんな大張り切りで盛り上がりっぱなしだ。かくいう俺も横断幕作ったりしてたんだけどな、徹夜で。あら、そこ行く美少ね。暗い顔しちゃって何かあったのかな。お姉さんに言ってごらんなさい。私に言えないようなことでも、あんなことやこんなこととか。結構深刻みたいね。よし、私の目を見て。ほら、ちゃんと見る。私は教師よ。まあ、君とは幼馴染でもあるけど、年上だからいろいろと経験してるの。悩み事は一人で抱え込んじゃダメよ。誰かに相談するのが一番よ。もちろんよ。さあ、私に話してみなさい。それだけで随分楽になるわよ。カオルコちゃんたちの参観日か。
それでせめて自分が見に行ってあげたいってわけね。泣かせるシチュエーションじゃない？待ち焦がれる姫のもとに万難を排して突き進む王子、いいわね。いいわ、ロマンチックだ。何言ってんの、カオル子ちゃんたちのことでしょ。一番大事なことは君がどうしたいかっていうことよ。どうしたらいいか決めたらあとは突き進めばいいのよ。でもたまには私のことも考えてね。いつでも待ってるわ。あ、遅いよ。もう実はついさっきまでカオル子ちゃんとスミレ子ちゃんがいたの。あなたのことを待ってたんだけど、そこにファンクラブの人たちが大勢やってきちゃって。大騒ぎになるといけないからって言っちゃったの。あ、うん、それじゃあまた。さようなら。ついちゃった、うん、ダーリン、今日は送ってくれてありがとう。じゃあ私たちこれで。どうしたの？ごめん、カオル子ちゃん。でも、どうして？
キュンタイムスタート。そうなんだ、どこから漏れたんだろう。そうだよね、ちゃんと話しておかなくちゃダメだよね。あのね、実はダーリンの言う通りなの。パパもママも仕事のスケジュールが開けられなくて。うん、誰も来られないの。ほら、私たち双子だし、いつも一緒にいるでしょ。だからパパもママも親が行かなくても寂しくないだろうとか思ってるみたいでこういう時双子って損よね。でもそういうことにももうだいぶ慣れちゃったけどね。え？あ、そんなのダメだよ。授業サボってくるなんてダーリンが先生に怒られちゃうもん。うん、そうだよ、絶対ダメだって。それに劇って言ってもそんなに大したものじゃないし、わざわざ見に来たらがっかりしちゃうかもしれないし。ありがとう。でも私たち本当に大丈夫だから心配しないで。そうそう、誰も来てくれなくて寂しいなんて全然ないよ。時間。じゃあ私たちこれで。またねダーリン。今日はありがとう。それじゃあバイバイ。あら、何かしら。妙に深刻な顔ね。相談事？一心学院というとカオル子ちゃんたちの学校ね。それはがっかりね。あら、そうかしら。カオル子ちゃんたちだったらあなたが言ってあげた方が喜ぶと思うけどな。ねえねえ、カオル子ちゃんたち参観日なの？お兄ちゃんが行くならルーも行きたいな。アラも行きたい。あらあら、にぎやかになってきちゃったわね。まあはっきりしてるのはこれはあなたが決めることってことね。よく考えて自分で決めなさい。後悔だけはしないようにね。